皆様にメッセージをですね、マイクを渡しますんで、よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございます。もう何回も挨拶してるんで、同じ話になっちゃうと思うんですけど、本当に感謝してます。この VTR で、なんか死んだ人みたいになってましたけど、一度サッカー選手としてマッポで終わりで、区切りなんですけど、また下積みから始めて、もっと力をつけて皆さんの前にもう一度戻ってこれるように戻ってきます。なので、ここで終わりというよりは、本当にここにいる皆さんにはこれからもよろしくという言葉を、言いたいと思います。13年間、いろんなことありましたけど、僕自身は本当に幸せでした。こんな幸せもなかなかいないだろうなって自分でも思ってます。皆さんが本当にこれからベルマーレ好きで、ベルマーレもっともっと好きになってもらえるように、大丈夫ですか？もっと好きになってもらえるように、僕はまた裏方になると思いますが、また違った意味でベルマーレ支えてやっていきたいと思います。ここにいるケンジもガリも山も頑張ってくれると思うんで、それぞれも頑張ってくれると思うんで、ちょっとねガヤで頑張ってくれると思うので、これからもベルマーレをよろしくお願いします。今までありがとうございました。